はい、皆さんこんにちは。植物写真家の石井理子です。今回はこの花なんだか分かりますかね。まあ、タイトルに書いちゃってますよね。なでしこです。日本の古くからある植物ですね。万葉集なんかにも登場してきますね。で、まあ、日本古来から日本原産の植物ですよね。な、日本の花ですので、なんかサッカーチームで使われてますよね。なでしこジャパンと。それは日本のものだからなんですよね。外国のものを多分日本チームのやつけないと思うんですよね。そのぐらい結構なでしこって日本人には結構親しみ深いと思うんですね。こういう河原なでしことか結構いろんな土手とかにもバッと生えてるんですよね。だらー、綺麗に咲いてます。で、外国にもあるんですよ。ダイアンサスっていう名前なんですけれども、このなでしこに近しい植物で、あのダイアンサスだともうカーネーションに近いんですよね。まあ似て非なるものなんですけれども、お花屋さんでこう並んでたらちょっと区別つかないかなっていうぐらいですね。葉っぱ違うんですよ。そのぐらいですかね。で、なでしこもダイアンサスもこのお花の形が結構違うものがあるんですね。一種類じゃないんですよ、なでしこって。もういろんな形のがありますが、今回はこういう普通のなでしこ撮っていきたいと思います。で、このなでしこ撮るときに一番難しいことは何だと思いますか？一番難しいことっていうのは、いつもやっているライティングの当て方とかアングル構図違うんですよ。このなでしこってこの一番難しいのは、まあこれ結論になっちゃうんですけれども、被写体選びなんですよ。もういっぱいあるじゃないですか。いっぱい生えてます。で、それをよく見てほしいんです。お花屋さんにあるのでもいいですし、もちろん野に生えてるのでもいいんですけど、よく見てください。こう遠くから見るんじゃないんですよ。近づいてもう間近で見てほしいんですね。なかなか綺麗なお花って少ないんですよ。なんかゴミでついてたり破れてたり虫に食われてたり、綺麗な形に咲いてないと。もうとにかく被写体選び、もうこれに尽きる植物なんですね。いかに綺麗なお花を探し出すか、いかにいい状態の時期のものをの時に撮るか、これに限る植物なんですね、これ。で、お花屋さんで例えばこれ1本買ってきました、ほぼほぼ当たりないですね、1本って。じゃあ私なんか、まあ写真だけじゃないんですよね、生け花もやってますんで、こういうのもしもお花の展覧会で使うと何本ぐらい用意すると思います？で、実際お花でこう生ける時っていうのは3本かないし5本しか使わないんですね。で、組み合わせていくんですけれども、5本しか使わないんですけれども、だいたい500本用意します。500本っていうとびっくりされると思うんですけれども、こう市場とかでこれで単位がだいたい50単位なんですね。50本で1単位、カーネーションだと25で単位、25本で1単位って決まってるんですね、ものによって一つの単位っていうのが。で、こういうなでしこ草物ですと、だいたい50本で単位、一単位なんですね。で、まあ産地にもよるんですけども、100本で一単位だよっていうと、5単位くださいって言うと500本くんですよ。で、500本の中から選ばれたのがこの1本です。今回500本ある中の1本がこれなんですよ。だ、全部見たんですよね。大まかに見て綺麗なのはもう弾いていくんですよね、20本ぐらい。その20本、500から20にして、その20から1にしたんですね。それ、これがもう今
ここ今日今撮影するのにベストなお花なの。1本しかなかったんですよ。もうその20選んだ中から迷うってことはなくて、もうこれ一択だったんですね。そのぐらいお花選びが難しい植物がこのナデシコなんですよね。もう なんかでこういうマクロレンズでこうやって見るといいなと思ってても、あ、なんかここ白い点があるとか、なんか欠点見つけちゃうんですよね。大きく見えます。じゃあ後でなんかスポイトツールで直せばいいじゃんっていう感じになるんですけれども、一応うちの協会ではあんまり後の修正を推奨していませんので、撮るときに全力を出してくださいっていつも言ってますが、とにかく綺麗なものを見つけるっていうのがこのナデシコの撮る上での一番重要なことです。もう光なんとかっていうのはもう二の次です。綺麗な被写体を見つける、これが一、やっぱりなんかちょっと葉っぱが欠けてる、結構ほぼそうなんですよ。おかしいんですよ、やっぱり写真にしちゃうと。これですって言ってもこれしかお花なかったのっていう感じになっちゃうんですよ。50本あたりからこう選んでいくと、もうその中ではまあこれがいいかなっていうんで撮り始めると、やっぱり納得がいく写真ってなかなか撮りにくいんですね、このナデシコで。被写体が決まるとライティングは楽なんです。もうどう撮ってもこれ綺麗に写っちゃうんです。もう写っちゃうんですよ。もうこれからはもう説明なしにもうバンバン撮っていっちゃいますね。でどんどんこう上げてってみます。こう普通左斜め上45度からこういう感じ。じゃあ上から撮ってみましょう。ともうこういう感じ、こういう感じ、後ろからこう。どうでしょう、今まだこれだけしか撮ってないんですけれども、構図も一緒でしたよね。カメラ動かしてないんで、このライトの位置だけこう変えてった。でもこれだけ変わるんです。で綺麗ですよね、陰影の、まあライトの位置によって陰影の出方は違うんですけれども、もうこれで綺麗なんですよ。じゃあ今度はこのボックスじゃなくこういうので光が強く出るんですよ。だからあんまり当てる場所とか関係ないっていうかぐらい綺麗に撮れちゃうんですよ。これ今何もないとパンパンパンって撮ってますが、すごく綺麗に劇的な感じに撮れちゃうんですね。あんまり考えなく光が出てる。それはもう選んじゃってるからなんですね、いい被写体っていうの。そうすると後のライティングが楽になる。もう代表格みたいなもんですよね。でお花がちっちゃいんですよ、これですので。かなり寄ってますよね、今ほぼほぼ等倍まで行こうかのちょっと手前なんですけれども、全体を見せたいんで。でこれ等倍まで寄って撮るとどうなるか。まあこれがもう目いっぱい等倍なんですよね。等倍まで来て撮るどうなる。こっちでもやってみましょう、ね、もう全面に光を当てるか少し遮光するか後ろから当てるか、でも結構変わってくると思うんですけれども、光あんまり関係ないですよね。みんな綺麗に撮れてると思うんですよ、被写体がいいんで。それでこれのお花よく見ていただくとこう波打ってるんですね。ですからこっちがあんまりなんかしてあげなくても自然とこう陰影出ていい感じにできちゃうんですね。ですので今回はあんまりライティングの説明なし、とにかく結論、被写体を選べ、もういいのを選ぶ、それだけです。ですからこうナデシコ撮ってってかなり大変なんです。
綺麗なのを取ろうとすると、何かしら欠点が出ちゃうんですよね。もうなんか待つんですよね、咲くまで。で咲くのを待ってるんですけれども、もうこれ綺麗なうちにさーって取ろうとするんですけれども、咲いてるうちに、あ、なんかこれここ欠けてるよ、なんかそのつぼみのうちになんか虫に食われたまんま咲いちゃうと、やっぱりそれは欠けたまんま咲くわけですから、もうそれは咲いてみないとわからないんですよね。あーって何日か待って、あーっていうのがもうしょっちゅうなんですよね。で咲いてて綺麗な状態を見つけるっていうのはものすごく難しい植物なんですね。ですので今回の結論は、被写体探し 100% の植物がナデシコで、結論にさせていただきたいと思います。これからもいろんな植物、取り方、見方、歴史、いろんなことをこのチャンネルでは紹介していきますので、ぜひ ご視聴の方よろしくお願いいたします。今回はナデシコでした。難しい、これ。ありがとうございました。